藤井会長の方からお挨拶いただきます。国会が召集をされました。年末そして年始にかけまして短い時間ではありましたけれども、それぞれいろいろな場所での活動を続けてこられたというふうに思っていまして、改めて敬意を表したいなというふうに思っております。1月4日の召集というのはこれまでの一番早い召集の時期になるだろうというふうに聞いております。これまで5日というのがありました。7月21日、新名振解散につながった時でありますけれども、それ以外は12日、18日、まあ、いわば常識的なところから始まっての150日でありましたけれども、今年は何が違うんだ、それは年末、秋の時から私どもが国会を開け、要求をしてきたのにもかかわらず、無視をして、ご了承した結果が、今回のことにもつながっているのだというふうに思っています。今日から150日目が6月の1日、予想される日程に従って言えば、残り172日目に選挙戦が公示をされます。1日たりとも揺るがせにできない大事な重ねでありますから、これからの国会、しっかりと戦っていきたいというふうに思っています。争点は TPP や軽減税率やあるいは安保法制などこと欠くことはありません。問題はそれ以上に総理の政治手法、政治姿勢、それが問われるような私は国会であるべきだろうというふうに思っています。皆様方と手を合わせて、今日は岡田代表もおいででございますから、細かい政策のことなどがありましたらば、そちらに譲りたいと思いますけれども、手を合わせて頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。年末に髪を借りに行きましたが、私に断りなく短く切られてた。何か聞いた人に蓮舫さんから電話が事前にしてたみたいな。あまり似合ってないような気もしますけど。そういうことはともかくとして、皆さん明けましておめでとうございます。待ちに待った国会であります。我々が憲法53条に基づいて国会の開会を要求したのが10月。3ヶ月間憲法を無視して、安倍総理は国会での論戦から逃げ回ってまいりました。この国会非常に大事です。安倍総理の政治姿勢、今軍事会長も言われましたけれども、まあ、私は3つだと思うんです。1つはまず国民に対して正直に説明しない。第2に大事な問題、本質的な解決から逃げる。3番目にその見返りにばらまく、そういった安倍政治の本質をしっかりとこの国会の論戦を通じて明らかにしていく、そして民主党の考え方を示していく大事な国会だと思います。国会終われば参議院選挙があります。日本の政治にとって大きな分岐点、極めて大事な選挙だと思います。もちろん民主党にとっても大事です。しかし同時に日本の政治、政権交代可能な政治というものがこれから展望が開けていくのか、それとも道が閉ざされてしまうのか、そういう極めて大事な選挙だという、そういう自覚を一人一人が持って、そしてこの国会戦い続けなければならないというふうに思います。参議院選挙も2年前我々は非常に厳しい結果を得ました。今回の選挙は何が何でも政権交代を導いていくための大きな歯止めになる、そういう選挙にしなければなりません。私は代表としてその先頭に立ちます。すべての責任は私にあります。しっかりと頑張ってまいります。忍耐強いと私は思っておりますけれども、
もちろんこれからも皆様のお話しっかり耳を傾けさせていただきますが、決めなければいけないときは代表として決断もさせていただきます。ぜひ力を合わせて一緒になって、この困難を乗り越えて日本のために頑張っていこうではありませんか。どうもよろしくお願いします。